名鉄トコ線。トコ線は、愛知県名古屋市厚田区の神宮前駅から、愛知県トコ市のトコ駅までを結ぶ、名古屋鉄道の鉄道路線。北半島の西岸に沿って走り、名古屋や沿線の新日鉄住金名古屋製鉄所をはじめとする、工業地域などへの通勤路線となっている。空港線開業以降は、名古屋本線や犬山線並みに、感染的性格が強くなり、 運転速度も向上した。1990年に名古屋本線神宮前駅金山駅間が複々線化されており、事実上、名目線を金山駅まで延伸した形になっている。また、2005年1月29日には、名目線を延長する形で空港線が開業し、名目線も中部国際空港のアクセス路線として位置付けられた。なお、 こ名目線も空港線開業に先立ち曲線、改良や高架化などの整備が行われた。運賃計算区分は B、運賃計算に用いる距離は営業キロの1.15倍。すべての駅でマナコなどの交通系、IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。なお、鉄道溶欄による起点は神宮前駅だが、 名古屋本線の上下方向に合わせるため列車運行、及び旅客案内、列車番号の設定においては、常名駅から神宮前駅へ向かう列車が下り、逆方向が上りとなっている。以下、常名方面を降り、神宮前方面を上りとして解説する。一部の曲線区間では2000系、ニュースカイの高速通過を可能にするため、ATSP が設置されている。なお、 ATSP を使用するのは2000系ミュースカイのみで、他の列車は従来通り M 式 ATS で制御されている。曲線速度制限標識のほとんどは2000系用、上段、黒字に、木文字とそれ以外の車両用、下段、同時路文字が一緒になって設置されている。2000系の制限速度が時速 120km と表示された標識も多い。またそれに関連して、 当線の速度制限標識は、打線と比べると、ほとんどのカーブにこまめに設置されている。なお、曲線緩和工事は一般に、カーブの内側に半径を拡大した、曲線線路を付接するが、寺本駅、朝倉駅間のように用地の関係で、一旦カーブの外方向に振ってから、対象の曲線を緩和した箇所もある。神宮前駅と小駅間の前線、および筑行線、鉱和線、 北下新線、空港線おのおのの全線が、東海地震の防災対策強化地域に含まれており、東海地震に関する警戒宣言が発令された場合、列車の運行が休止されることになっている。1912年に、愛知電気鉄道が、電馬駅、後の電馬町駅、大野駅、現、大野町駅間を開業したのが始まりで、1913年に、全通した。 1942年には、東海道本線を挟んで、神宮前駅の西側に設けられた、神宮前、西駅が開業し、一部の列車を除いて、西駅発着となるが、その後貨物駅となり、名古屋臨海鉄道の開業に伴って1965年に廃止された。神宮前駅大田川駅間は、工場線、下新線直通列車が運行されているため、 常コナ線の中でもかなり運転密度が高い区間である。この区間は、常コナと講和から一文字ずつ取って、常川線の通称がある。当該区間では、日中ミュース会、急行、準急が毎時、各2本、特急、普通が毎時各4本設定されている。追い越しが可能な駅は、大江駅、樹落園駅、大田川駅、西野口駅、常コナ駅である。 神宮前駅中部国際空港駅間隔駅のホーム有効庁は大江駅、大道町駅、芝田駅、大田川駅、西野口駅、常名駅、臨空常名駅、中部国際空港駅が8両、古見駅は下りが4両、上りが6両、長浦駅と日永駅が4両、その他の駅が6両である。過去には、 常滑方面とコウ線方面との並結列車が運転され、大田川駅で分割していた。ニュースカイ、全車特別車は、名鉄岐阜駅、昼間帯は、名鉄名古屋駅、新沼駅中部国際空港駅間を結び、毎時各1本運転されている。名鉄名古屋駅中部国際空港駅間の、所要時分は28分で、同区間の表低速度は、 時速8 4トルと名古屋、本線快速特急、名鉄名古屋駅と余橋駅間に匹敵する速度である。基本的に、床滑線、空港線区間をノンストップ運行する、ミュースカイダが中部国際空港駅始発便、1列車から8時台、7列車までの4本は、特急停車駅である大高和駅、尾張横須賀駅、浅倉駅、新港駅、 床名駅に特別停車する。夕方には、広見線新加入駅行き列車も設定されている。犬山駅まで、新沼駅と連結。新加入駅は2006年4月29日のダイヤ改正で一旦消滅したが、ミュース会の設定に伴い復活した。また、平日朝のみ、高見ヶ原線三カキの駅始発の列車、508列車が設定されている。 車両はすべて2000系が使われる。昼間は4両編成を単独で、ラッシュ時と休日、降落期を含むは2本つなげた8両編成で運転される。特急、一部特別車は、名鉄岐阜駅中部国際空港駅間に毎時2本運転されている。使用車両の曲線速度制限が従来通りという、こともあり、名鉄名古屋駅中部国際空港駅間の 標準所要時分は下り35上り36分、標定速度は時速 67km にとどまる。このほか、新雲沼駅発着の特急が1往復、休日は上り1本のみ設定されている。また、上り終電の441列車は全車一般車特急で3000番台の6両編成で運転されている。かつては金山駅折り返しで、 豊橋方面へも特急を運転していたが利用者の減少に伴い2008年12月改正で1本を残して全廃、2011年3月改正で残る1本も廃止された車両は原則として2200系または1700系が使用され6両固定編成で運転されるがラッシュ時の一部列車は名古屋よりに3 1 5 0系 または3100系の二両蘇生を増結して8両で運転されるホームが6両しかない駅では後ろ2両分をドアカットする。常名方面への特急は中部国際空港開港前にも存在した座席指定特急は1993年8月改正で新設。車両は1600系3両または1000系4両を使用。設定本数は 特定時間帯に毎時1本程度とあまり多くはなかったが、常波協定開催時は、臨時の特急列車を名古屋本線、犬山線方面から走らせることもあった。なお、この系統は1997年から2001年までは、JR 鉱山本線直通特急、北アルプスの間合い運用として8500系、機動車が、 朝の新岐阜駅と小名駅間の運用に一往復、上りはそのまま北アルプスと名高山駅へ行くため、金山駅とまり入っていたことでも知られている。平日朝、ラッシュ、8時台までは運行されないため、この時間帯は名古屋方面行きはニュース海が特急停車駅に特別停車、中部国際空港行きは快速急行、実質。 全車一般車特急とほぼ同じを運行して対応している。常名滑線、空港線内の快速急行停車駅は特急と同一で実質的に全車一般車特急に相当する列車になっている。現在は下り中部国際空港行きのみ設定され、平日は5本、休日は2本運転される。使用車両は3000番台の車両が主体であるが、 平日には6000系列での運用が1本存在する。最高速度は時速 120km に対応しない6000系列に合わせて時速 110km となっている時速 110km での運転ができない6000系が運用に入ることもあり、この場合は最高速度が時速 100km にとどまるがダイヤに大きな乱れは生じない。編成は基本的に六両であり、 八両で運転されることはない。2008年12月改正以前は朝に数本設定されており、床滑線の大駅を通過する以外は急行と同じ停車駅だった。また、同改正から2011年3月改正までは、それまでの全車一般車特急を解消する形で、新に中部国際空港駅発金山駅の列車も一本設定されていたが、当該列車が 名鉄岐阜駅に変更されるとともに、再び全車一般車特急での運転となったため、高和線からの直通を除いて、上り快速急行の設定はなくなった。神宮前駅と小名駅間に、準急、新加入駅中部国際空港駅間。広見線内は、普通が、毎時2本設定されているほか、浅間帯と夜間にはわずかながら急行も存在する。 名鉄名古屋駅中部国際空港駅間の所要時間は最速で急行43分、準急46分であるが、昼間帯以降のほとんどの準急は受楽園駅でミュース会を退避するため、この場合は上下とも約48分かかっている。最高速度は基本的にミュース会特急よりも低く、時速 110km であることが多い。なお、朝には、 標準停車駅以外に止まる列車が存在する。具体的には、平日朝の休行のうち 704F 列車が、大道町駅、731F 列車と 829E 列車が樹楽園駅、当該系統列車のみ、掲載、730E 列車が西の口駅、734F 列車が西の口駅、鎌地駅、江ノ城戸駅に特別停車し、準急は 590F 列車が、 柴田駅に特別停車する。原則として6000系列や3000系列といった3、ドアの通勤車両で運転されるが、休日の早朝には1200系6両編成、中部国際空港型の特別車2両は、締め切り扱いを使用した大高駅始発の準急名鉄名古屋駅が運転されている。以前は6両編成の急行も多く見られたが、 現在は平日午前中と夕方以降はほぼ6両、昼間はすべて4両で、休日は朝を除きすべて4両で運転されている。そのため、名古屋周辺では非常に混雑する。列車がホームに入りきらない場合は、ドアカットを行う。大高川駅以南では8両編成で運転されることはない。犬山線、広見線へ直通する現在の準急。 休行は1974年9月の白紙改正で設定された常滑駅三宅駅間の特急特別料金付与を源流とする系統である当時は片見ヶ原線方面へも直通していた同系統は1977年3月改正で高速に改められた後1982年3月改正で休行に降格したこの時に かかみがはら線直通系統を廃止し、広見線直通に一本化。急行降格後も広見線、三武駅への直通を基本としていたが、1994年3月改正から2000年3月改正までの間、本線急行と入れ替わる形で一部夕方時間帯のみ、名古屋本線西部へ直通していたこともった。また、 1998年4月改正から2005年1月白紙改正までの間は、小駅の利便性向上のため、18時以降の床滑駅急行をすべて大田川から普通に種別変更していた。2005年1月白紙改正で、大江駅が急行標準停車駅に昇格し、2008年12月改正で床滑線系統の急行のほとんどが準急に変更されると、 同改正で、準急停車駅となった、大道町駅、樹楽園駅にも停車するようになった。このほかかつては、床波協定開催時に、臨時急行床波ボート号、床波協定号を運行していた。床波ボート号は、神宮前駅から退避せず、約30分で、床波駅まで向かっていた。大高輪駅、床波駅間には普通列車が、 毎時日,日本設定されている平日下りは大田川駅、休日は金山駅始発、上りはほとんど大田川駅止まり、中部国際空港駅へ直通する一部列車を除いて常波駅発着となる、昼間帯は下りが中部国際空港駅儀、上りが常波駅発で、夕方は下りが常波駅儀、上りが中部国際空港駅発である。 大高輪駅、古見駅間では、準急も各駅に停車する上、昼間は、金山方面の普通列車と接続するので、事実上普通列車の保管となっている。4両2両の運行がほとんどだが、一部で6両の運転もある。その際は、長浦、日長、古見の下り方面では、後方2両のドアをカットする。 2008年12月改正以降は昼間時間帯でも2両編成が増えてきている。これは後日の講和線系統でも同様。2005年1月博士改正以前は現在とほとんど異なる系統で運行されており、常波駅は平日も金山駅始発、名古屋方面は鞘駅だった。大高和駅から講和線に直通する特急列車は、 港和駅名鉄名古屋駅間、内海駅名鉄名古屋駅間各毎時1本が交互に設定され、港和線吹き駅北では30分間隔となっている。時間帯によっては、犬山線や名古屋本線に直通する列車もある。平日朝と夕方以降及び休日の全列車は一部特別車、平日昼間帯の列車は全車一般車である。 一部特別車特急には1200系と2200系の両方が使用されるが、休日の昼間の列車は基本的に1200系で運用されている。全車一般車特急には2、扉クロスシート車の5300.5700系が当てられ、4両編成で運用されている。1往復の1 8 0 0系、1850系2連4両編成で、 運用されていたが、2015年6月20日からは3100系、3150系による運用に置き換えられた。5300.5700系は、時速 120km での運転には対応しない。最高速度時速 110km ため、神宮前駅大田川駅間の所要時間は、空港線方面の特急より1から2分程度長くなっている。 座席指定特急のルーツとなった系統であり、かつてはすべての特急が全車指定席、現、全車特別車で運転されていた。2007年6月改正で、半数、高和線発着系統が一部特別車に変更され、2008年12月改正ですべての列車が一部特別車化された。同改正で一旦特急が、高和駅発着、急行が、 内海駅発着に振り分けられたが、2011年3月改正で、従来の港和駅、内海駅交互発着に戻された。急行は、港和駅、内海駅から新雲沼駅間に、毎時一本ずつ運転されている、特急と同じく交互発着。6両で運転されることが多いが、昼間を中心に4両、朝ラッシュ時は8両での運転も一部見られる。8両。 なるのは、床波線内のみで、高は、下新線内は6両、または4両。以前は、パノラマカーでの運転も多かったが、2008年以降、それらは5000系などに置き換えられ、現在では、基本的に3ドアの車両で運転されている。朝には1200系や2200系による高和駅や、内海域の列車も存在する。この場合、特別車2両は、締め切り扱い。 これらは、紅和駅や内海駅に到着後、折り返し特急となる。なお、紅和線直通系統の急行は、2005年1月改正まで一部を除いて、大江駅には停車しなかった。平日の朝には、大田川駅から紅和線内普通になる急行も少し存在する。また、ごくわずかだが、快速急行と、準急も設定されている。快速急行は、 平日朝の未運転。いずれも幸和、下新線内の停車駅は急行と同じ。昼間時間帯の普通列車は平日ダイヤでは、高和駅、内海駅金山駅間、大高和駅で普通とこなめ駅に、接続に、毎時1本ずつと下半田駅金山駅間に、毎時2本ずつ、休日の昼間以降は、高和駅、内海駅金山駅間、 大田川駅で普通と小波駅発大田川止まりから接続に毎時一本ずつ運転されている。日中の普通列車は大江駅、樹楽園駅の両方で複数の優等列車を退避するため、神宮前駅大田川駅間の所要時間は優等列車と比べてかなり長くなっている優等列車10から15分程度に対し普通列車0から35分程度。 大高和駅では、中部国際空港、高和方面の普通列車が優等列車からの接続を受けることはあるが、名古屋方面は別方向から来る列車と同一ホームでの乗り換えができないため、普通列車優等列車へ接続や通過待ちを直接行うことはほとんどない。以下に例示する。2両や4両での運転が多いが、一部6両での運転も見られ、 平日の午後の公和駅や内海駅が6両で、運転される場合は大抵は折り返し急行、新沼駅となる。この場合は6000系列や3000系列が使用される。1800系も含めた3度ア車の運転が多く、5700.5300系も一部の列車に使われている。なお、公和、内海発着の列車は2008年改正前は、鞘駅始発。 さらに2005年改正以前は新岐阜駅始発で運転されていた。ただし下ハンダで列車番号が変わる。また2003年改正までは下ハンダ発普通金山駅の一部は速達化を図るため大田川から急行に変わっていた。その代わりに大田川発金山駅の普通が平日の昼間にも多数走っていた。ノーウィッキー、ノーウィッキー。 大野町駅方面の各駅、西汚線南桜井駅を除くと、西の口駅との間の運賃計算の際は、大野町駅西の口駅間の営業キロは1.0キロを用いる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。